Windows 10でデスクトップの外観を自分の好みに合わせて調整してみましょう。まずデスクトップを右クリックしてドロップダウンメニューからディスプレイ設定を選択します。またはスタートボタンを選択してディスプレイ設定を変更と入力することもできます。画面の軌道設定を調整するには適切な明るさで表示されるまでスライダーを左右にドラッグします。夜間にコンピューターを使用する場合は 暖かい色が表示されるように Windows の設定を調整して目の疲れを軽減することができます。画面から受けるブルーライトの量を減らすには夜間モードをオンにします。夜間モードのスケジュールを設定し色温度を調整するには夜間モード設定を選択します。テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更するでドロップダウンメニューを選択し表示したい倍率を選択します。変更はすぐに適用されます。 アプリケーションによっては、指定された解像度で表示されない場合があります解像度をデフォルト設定から変更するには、ドロップダウンメニューを選択して解像度を選択します変更の維持を選択し、新しい解像度で作業を続けます横長のモニターに縦モードで表示する場合は、向き設定を変更して、画面表示を適切に調整できます 選択した向きで表示されるように画面を調整し、変更の維持を選択します変更の維持を15秒以内に選択しなければ、画面は元の向きに戻ります